皆さんこんにちは、チョリミチャンネルの志保です。はい、ということで今回はですね、今回は志保編なんですけども、これはね、まあ新旧祝いっていうのかなって買ったものを紹介していきたいと思います。はい、志保編ですね。はい、前回リミの新旧祝いプーさんのグッズと、うんうん、その GU で買ったものだったんですけど、うん、今回はね、私が好きなものを買ってまいりました。いや、楽しかったです。ということで今回はね、私が買ったものを紹介していきたいと思います。はい、でもここにある通りなんですけども、わかりますよね、皆さん。わかります。もう見えてますね。見えてますよね。はい、私が買ったのはね、この2つでございます。まずね、イングっていうお店で買った洋服と漫画本たちですということで早速紹介していきたいと思います。はい、じゃあまずね、買った順にいきます。まずヒロアカのね、発売日だったんですよ、30巻の。それで特典がもらえるお店にも調べて行ったんです。そしたら4月5日だっけ、4月7日か、4月7日に閉店で、あ、4月4日あ、4月4日か、その次の2日後にはもう閉店って書いてあった。4月2日、4月2日に行ったんです。そしたら4月4日にもう閉店しますって書いてあって、で一応店員さんに聞いたんです。そしたら4月でね、4月入荷、入荷のものは入荷しておりませんって書いた言われたんです。でマジかーってなって、しかもいつも行ってたお店なんですよ。だから最悪だなと思って、でまた2店舗目に行きました。はい、そしたらありました。はい、2店舗目はもう幕張の大きいように行ったので、まああるだろうということでね。はい、でも最初ね、ないってお店の人に聞いたら、ないですねって言われてね、焦ったよね、ちょっとね。って思ったら、あ、後ろにありましたすいません、今日発売なんですねって言って、なかなかね、女性の方はやっぱピンとこない人も中にはいるよね、やっぱね。ヒロアカ、しーちゃんの聞き方も、ヒロアカの30巻ありますか？僕もヒロアカデミアって言ってないからな。そう、ヒロアカって言ってるから、それでピンときたらやっぱすごいかなっていう、よほどマニアじゃないと、なかなかね、いきなりわって言われて、ヒロアカって言われて、それでアニメ好きですごい知ってたらわかるけど、ジャンプとか、結構年配の方だったから、なんかいきなりヒロアカ30巻って言われて、ええってなってたから、だから私もちょっと聞き方間違えたなと思ったよ、聞き方がってちょっと突っ込もうかと思ったけど思ったよ、フルね、フルネームで言おうかなと思ったの。僕のヒーローアカデミアっていう漫画があるんですけど、今日発売の30巻売ってますかみたいな、ね、そう、ちゃんとそうやって説明して聞けばいいのに、いきなりヒロアカの30巻ありますかいきなり焦ってたの、私だってほんとこれからはもう少しね、そう、聞き方を、ね、使ってね、そう考えたいと思います。はい、で特典もありました。あ、そうそう、特典がついてるんですよね、ヒロアカの方ある、これだよね、それそれ、特典もらえました嬉しいです。これが欲しかったんですよ、はい、履き下ろしイラスト、うん、あとね、それで楽しみはもう楽しみすぎて、これも車で読みました。はい、帰りの車で読みましたで、なんかそれだけじゃなく他も買ったんだよね。他も買いました。あと呪術廻戦の公式ファンブック、これがね、入荷してて売ってたんですよ、ヤバツミで、なので買ってきましたね。再入荷なんてしてくれるんだね。そう、私ヒロアカね、呪術廻戦ね、発売日に行けなくて、そうそう、忘れちゃってたんだよね、珍しくね。結局これ買えなくて、そうそうそう、単行本の方は買えたんだけど、よかったね、じゃあ買いました。あと、はい、参りましたイルマくんっていう漫画と、あとチェーンソーマンっていう漫画を買ってきました。持ってなかったんですよ、3月漫画買うの我慢してて、一冊もね買ってないよね、3月ね。そう、だからため買いです。お金を貯めて買うって言って決めてて、決めてたんですか？この2つは、この2つはね、この2つは、はい、お金をね貯めてから買おうって言ってたんですけど、
今回買ってしまいました。っていうかママが新旧祝いにっていうことでプレゼントするよって言ってママが買ってあげましたというか、ありがとうございます。はい、これでだいたい2300円ぐらいかな。はい、はい、ね、じゃ次行きましょう。次行きましょう。次に洋服買わなかったの。洋服かな。次に洋服を買いました。しほちゃんも GU ね、見に行ったんだけど、なんかなかなかいいのがないっていうことで結局イングになりました。やっぱしほちゃんはイングだよね。そうそう、このイングの服がね、可愛いんですけど、まずこの袋を見てください。これ5500円、違う、4400円以上でもらえるエコバッグです。かわいいよね。結構なんか私はこの色を選びました。思ったより大きかった。もっとちっちゃいのかなと思ったら、ね、結構大きくてびっくりじゃない、ね、これは使えるそうです ね、 ね、はい、なんか3色ありました。水色と紫とピンク。そう、まあ、これピンクなんだけど、ピンクは結構濃い、これも紫っぽいじゃんと思うかもしれないんですけど、紫はもっと薄い感じの紫っぽい感じ。たまによく使われるそうです。 であと水色はちょっと実物見てないけど、まあ水色だね、水色だったね。はい、ね、じゃあまず上からいきますね。はい、分かれててわからないんで、まあ上と下1着ずつしか買ってないですけどね。はい、まず、はい、これにね、うん、このこれに、うん、今ね今年流行ってるよね、このこういうタイプの服。そうなんですよ。もうどこ行ってもこういう服売ってるよね、今ね。こういう感じのね。そう、重ね着のやつです。かわいいよねこれ、超かわいい。今が旬っていう感じ。見た瞬間にすごいビビってきて、あ、これかわいいと思って買ってしまいました。はい、一目惚れですね。そうだね、本当にかわいくない。なんかこのね、編み編みとね、このブラウスみたいなね。そう、ブラウス的なやつ、うんうんうん、かわいいと思って買いました。いい、ね、これお値段 見ます。はい、これは3850円です。あ、でもなんかね、特別価格だっけ。あ、3日間そう、3日間特別価格、ま、よくやってるよね、イングさんってね。そうで、安かったんですよ。ちょっと多分1000円ぐらい安かった気がします。まあ、ちょっと正式な値段はちょっとここにテロップ入れときます。はい、で次に、はい、こちらのねピンク色のスカートを買いました。はい、これよくある形のスカートですね。そうだね。でこれとこうセットでね着たいなと思って。はい、まあ、あのマネキンはね普通のデニムのスカートだったんですけど、これと同じ形のね、はいはい、でもデニムのスカートやっぱ持ってるから、はい、ね、ちょっと今回はねピンク冒険ということで、うん、でも可愛いと思います。春っぽいよねピンクって、ね、んとあまり選ばない色、こういう色のスカート持ってなかったから、うんうんうん、いいと思います。いいですね、可愛いです。はい、これをね買いました。はい、以上2点です。これでまあ5000円ちょいぐらいですね、この2点で、はい、なのでエコバッグがもらえました。はい、あのブックオフに行けるっていうことになって行ったんですよ。はい、それで買ってきました。はい、ブックオフなんで、うん、ちょっと爆買いをしてしまいまして、はい、こちらです。やっぱりしおちゃんは漫画ですね。漫画家服だよね、あなたもね、やっぱね。ということで、はい、でも本当に3月頑張って我慢したんだよ。そうだよね、だからご褒美ですよね。そうだね、はい、本当に買ってなかったもんね、読んでなかったね。そうなんですよ。はい、なぜか知らないですよ。ママは別に買うなとは言ってないですよ。なんか勝手に自分で買ってなかっただけみたいです。ということで、まずね、ヒロアカの3巻と4巻を買ってきました。はい、あのちょくちょく集めているんです私。そう、なんかね、言ってたもんね、アニメで見て4期までね、うん、でその4期から買っちゃったんです。うん、21巻かな、うん、そう、21巻から買っちゃってて、前半が全くなかったんだよね。そう、アニメがやってるところが全くなくて、今ね、だから1、2だけこの前買ったんですよ、ブックオフで。で、新たに3、4を買ってきました。地味地に集めます、これから。じゃあ今度行ったら5、6。5、6を買います。はい、で、次にね、虹色デイズって漫画の1から5巻を買いました。はい、これ1冊なんと100円なんね。110円です。110円、消費税入れて110円、110円、100円なんです、これ。はい、
そう、100円コーナーの漫画は安いです、うんうん、1冊100円なんで。確かに1100円持ってったら10冊買えるんだよ、うん、やばくない、ね、やばくない。買ってきました。はい、これが1巻から5巻まで。はい、これね、実写化とかアニメ化されてるのを知ってたんだけど、うんうん、読んだことなかったので。実際ちょっと読んだんでしょ、もう実は3巻まで読みました。どうでしたか？面白かったです。もっと買ってくればよかったと思いました。なるほど。はい、じゃあ次、あと黒子のバスケの1から5巻を買ってきました。はい、こちら1から5巻ですね。私あのアニメ見てて面白いなと思ったので5巻を買ってきました。これも100円なんですよ、はい、なので500円と安っ。で、まあ、ここでは1000、これいくら？ヒロアカいくら？これで1000円、1100円でしょ、うん、でヒロアカが370、うん、じゃあ1700円ぐらいかな、大体。まあ約だね、うん、こんな感じで。はい、はい、なのでまあリミちゃんとショウちゃん大体同じぐらいだね。まあ1万円は使い切ってないですけども、はい、大体同じくらいの金額で、はい、はい、買ってきました。はい、ということで、いやー面白いですねということで今回はね、はい、私の新旧祝いということで好きなものを買ってみました。はい、ということで、それではバイバーイ。私本当にクラス替えが楽しみなんですよ。ドキドキするじゃん。楽しみで早く学校に行きたいです。はい。